今回はエコスマートライブを使うためのブラウザーソフトのインストール方法について解説を行います。ブラウザーソフトというのはパソコンでインターネットを見るときに使うソフトのことです。例えば Windows OS のパソコンであれば初めからこのようなインターネットエクスプローラーというソフトが入っていて 多くの方がこのソフトを使用していると思いますエコスマートライブはメーカーがインターネットエクスプローラーではなく Google 社の開発している Chrome というソフトでの使用を推奨しているため今回はそのソフトのインストールの方法について解説を行いますまた macOS をご使用の方は、Safari をご使用いただいて全く問題ありません。はじめに、えー、Yahoo Japan のトップページを表示します。そこで、えー、検索欄に Chrome と入力します。CHROME これで検索を行うと、 はじめに Chrome ブラウザー Google というページが、えー、現れるのでここにアクセスしてくださいページが変わるとここに Chrome をダウンロードというボタンがあるのでここをクリックしますそうするとこのような、えー、利用規約が表示されるので、えー、一通り目を通した上で ここについているチェックマークを外し「動員してインストール」というボタンを押します Windows のバージョンによってはこのような注意が現れることがありますがここは「はい」を押してください クロムのダウンロードが終わると自動的にソフトが立ち上がりこのような画面になりますインターネットエクスプローラーとはデザインが違うのがわかると思います基本的な操作についてはインターネットエクスプローラーと同様ですが上部のここの部分やここの真ん中の部分に 文字列例えばエコスマートライブというような、えー、言葉を入力することでインターネットエクスプローラーと同様に検索を行うことができます次回はエコスマートライブに使うメールアドレスを作る方法について解説を行います